はい、どうも、ティカでーす。はい、というわけで今回は、12球団別順戦の特徴第3回やっていきたいと思います。はい、というわけでね、12球団別の順戦の特徴のね、第1回、第2回の動画見てくださったでしょうか。もしね、まだ見てないよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひともね、見ていただければなと思います。それでは、12球団別の順戦の特徴第3回やっていきたいと思います。はい、というわけで今回紹介する球団はこちらの3球団です。はい、というわけで今回はソフトバンク、西武、横浜についてね、紹介していきたいなと思います。どうぞ。さあ、というわけでソフトバンクやっていきましょう。ソフトバンクは野手からね、見ていこうかなと思います。まずね、通常 S ランクがね、ソフトバンクは強いですね。まあ今年はね、 B クラスやったんですが、例年ね、 A クラスに入るようなね、強い球団なんでね、まあ通常 S ランクのね、能力も高いと。で、まずね、柳田選手、ここはね、ソフトバンク語る上では外せないでしょう。現役選手でね、ミパソー A のアーチストと、もうプロスピ S のように最強の選手なんでね、まあ柳田選手は12球団でも純正でも必須の選手となっております。で、他にもね、強い選手はいっぱいいて、例えば、まずね、通常のね、S ランクに降格持ちがね、ソフトバンクはたくさんいますね。栗原選手、デスパイネ選手、グラシアル選手、柳田選手と。最近はね、外角をね、流すことがね、また重要になってきて、プルヒッターがね、少し弱くなったと言われてる環境で、降格打法持ちがね、今重宝される環境になってて、まあ自分自身はね、プルヒッターそんなに弱いのかなと思ってるんですが、まあ今はね、降格打法が重宝されるね、環境になっています。まあ超広角打法はね、右にも左にもね、打球が失速しないというところでね、まあ超広角打法もじゃね、強いかなと思います。で、まああとはね、そうやね、まあやっぱりね、サード松田選手、ここもね、強いかなと思います。パワーヒッターでね、パワー A もありますし、特殊っていう機能を使ってね、サード B にもできますしね、チャンスも持ってると。ただね、今年が37か8でね、もうあとね、まあそんなに長く現役をやらない選手かなと思うんで、まあサードの後継者のね、選手っていうのがね、またそのうち出てくるんじゃないかなとは思います。まあそれでもね、今の環境やったらね、ソフトバンク純正サードはね、もうシリーズ2入ってるんで、松田選手一択になるのかなとは思います。で、キャッキャッチャーはやっぱり甲斐選手ね。まあ、ここはもうね、侍の扇の要でもあったね、甲斐選手。まあ、ここはね、ソフトバンク甲斐選手1点かなと思います。で、スペシャルリアリティの方に行くと、まずね、TS は内川選手、小久保選手、井口選手、本田選手。ここがね、強いかなと思います。まあ、内川選手ね、守備適性的にはオール D なんですが、特殊でね、レフトライト C 行けますし、まあ、ミートもね、83あるんで、まあ、ここは強いかなと思います。あとね、小久保選手、ここもね、アーチストのサードでね、パワー A というところで、まあシリーズ1なんで、もうね、今ゲットできないんですが、まあゲットできたらね、強い選手やなと思います。で、あとはね、セカンドの強打者、井口選手。ここもね、まあ今年出ちゃったんで、次出るのはね、おそらく2年後だと思うんで、まあしばらくね、ゲットできないと思うんですが、セカンドでね、高弾道。で、小5でミート走力同値可能。で、セカンド適性もね、67あって、で、超広角打法持ちというところで、井口選手もね、まあ打てるセカンドというところでね、強い選手やなと思います。まあなんでね、おそらく来年ロッテで出ると思うんで、まあ再来年用に A ランク獲得しておいて、再来年限界突破をね、しやすくするのはいいんじゃないかなと思います。で、あとはね、今年井口さんが出たんで、今年出なかったんで、おそらく来年出ると思うんですが、本田選手、ポンちゃん。まあここもね、まあ低弾道で総力型ではあるんですが、ミート A もいけてね、セカンド適性も76あるんでね、まあ本田選手はね、強いかなと思います。で、OB に行くとね、今年出たズレータ。まずね、ここは強いかなと思います。デフォルトでね、ミパ A ですし、パワーヒッター。で、称号でミパ同値可能と。で、特殊すればね、ファーストも C 行けて、っていうところで、まあ、ズレータはね、強いかなと思います。で、あとはね、今年は多分阪神で出ると思うんですが、キャッチャー城島選手。ここもね、強いかなと思います。まあ、なんでね、今年のソフトバンクだと甲斐選手一択かなと思うんですが、まあ、来年とかやとね、城島選手ゲットしに行くのはありなんじゃないかなと思います。パワーヒッターでね、ミパもデフォルトで81の A 同値と。で、肩も86ですし、守備適性もね、で行けてっていうところなんでね、まあ今年おそらく阪神版が出ると思うんでね、まあさっきの井口さんみたいな感じで今年ね、阪神の A ランクをね、集めておいて、来年ね、限界突破用にするのもありなんじゃないかなと思います。で、あとはね、佐々木選手も強かったですね。去年出た時ね、デフォルトでミート総力 A 同値で、外野適性がオール B というところでね、佐々木選手も強いですね。で、あとね、今年出るかもしれないっていうのが野村克也選手。もうね、最後に出たのが2017年のね OB なんで、そろそろね、出ても
もおかしくない選手なのかなと思います。まあ、野村選手ね、弾道アーティストで称号でね、ミパ A 行けますし、キャッチャー適性も B あってで、アーティストというところでね、まあ、もしね、今後出たら、絶対に獲得したい選手かなとは思います。で、あとはね、今年、確か、横浜のスピリーグのね、監督になられてるんで、もしかしたらね、横浜で出るかもしれないんですが、田村選手もね、強いかなと思います。で、あとはね、野村選手同様に、17年にね、出たのが最後の松中選手。ここもね、弾道パワーヒッターで、デフォルトでミパが84の A 同値と、まあ、走力はね、ちょっと低いんですが、全然ね、ミパ A 同値なんでね、ここは強いかなと思います。はい、というわけで、投手いきましょう。まあ、ソフトバンクはね、少し投手がね、偏ってくるんじゃないかなと思ってます。まずね、先発、まあ言わずもがな千賀選手ね、ここは強いですと。まあただね、他の先発陣が少しね、球種的には弱いのかなとは思います。ツーシームだけの投手やね、フォークだけとかいう投手がね、多いんで、まあ少しね、配球をうまくしないとね、抑えれない球団なのかなとは思います。で、中継ぎ抑えだと、まずね、モイネロ選手と森選手、ここはね、強いですね。ストレート森選手動きますし、フォーク持ってて。で、モイネロ選手もね、まあ、個人的には、2020シリーズまでのね、球種の方が強かったとは思うんですが、まあ今でもね、全然強い選手で、まあドロップカーブと縦スライダーがね、変化量5あって、サークルチェンジも4と。で、さらにね、超タイピンチを持ってるんでね、まあここが出たら、ドロップカーブとね、縦スライダーが変化量7になるというところで、まあ強いかなとは思います。で、まああとはね、ちらほら強いって聞くのが泉投手。ここもね、ツーシームがね、斜め方向に落ちて超大ピンチを持ってるっていうところでね、泉選手も強いって聞きますね。で、スペシャルリアリティの方がまずね、強いかなと思うのはサファテ選手かなと思います。デフォルトでね、球威が89で、称号で制球も A 狙えて、まあちょっとね、ツーシームスプリットではないんですが、ストレートもね、 S で159キロでスプリットを持ってるというところでね、まあサファテ選手はね、強いのかなと思います。で、 OB の方に行くとね、まず強いのは荒垣選手かなと思います。荒垣選手ね、デフォルトで QEA ですし、球種がね、バニッシュボールっていう高さを変えてもね、変化量が変わらない球種を持っていて、通信フォーク持ちなんでね、まあ荒垣選手は強いかなと思います。まああとね、強いかなと思ってるところで言うと、節選手、ここもね、強いかなとは思います。まあ最後に出たのがね、2017年のタイムスリップなんでね、まあおそらく新たに出てきたらね、能力が変わって出てくるんじゃないかなと思うんですが、球種がね、高速シンカー、シンカーのね、シンカー2種持ちなんで、まあここはね、強いのかなと思います。まあここはね、 OB 今年ね、新規で出るかっていうところがね、期待ですね。で、まあソフトバンクのね、特徴としてはね、やっぱりね、柳田選手、現役アーティストがいるっていうところかなと思います。まああとはね、まあちょっとね、対談が2名ね、言われてますが、通常のね、 S ランクに報告打法持ちがね、4人もいるというのも強いところかなと思います。で、逆にね、甲斐選手に代打がね、出せないっていうところが少しね、ネックになってるのかなとは思います。まあただね、最近はね、栗原選手の登場もね、あって少しね、変わってきたところではあるかなと思うんですが、まあ甲斐選手以外のね、キャッチャーが、まあ甲斐選手が高すぎるっていうところもあるんですが、まあ甲斐選手のね、代わりのキャッチャーっていうところがね、いないのがソフトバンクの現状かなと思います。で、投手だとね、どうしても千賀選手でね、まあリアタイをね、純正でやるなら、そこは絶対に勝たないといけないポイントになってくるのかなと思います。はい、というわけで、西武についてね、やっていきたいと思います。まず西武はね、野手から話していこうかな。まあ、西武の特徴としては、やはり、打てるキャッチャー、森選手、パワーヒッターのね、森選手が通常 S ランクにいることですね。結構ね、他球団を見ても、パワーヒッターの選手はいなくてね、まあ、いて高弾道、オリックスの頓宮選手が高弾道のキャッチャーっていう感じで、まあ、そんなにね、弾道の高い選手はいない中で、森選手パワーヒッターっていうところでね、まあ、普段から弾道の高いキャッチャーがゲットできるっていうところでは、西武はね、強いのかなと思います。まあ、あとね、通常の現役選手のアーティストが2人いるっていうところもね、強いポイントかなと思います。山川選手とね、中村選手が通常 S ランクでアーティストで登場していると。あまりね、通常 S ランクでアーティストがね、同じ球団で2人出てるっていう球団はね、西武だけかな。まあそんなになかったと思うんで、まあそこがね、西武の強みかなと思います。で、さらにね、 TS や OB とね、手を出していっても、 TS だとね、中島選手、松井和夫選手、 OB だとね、和田選手、 GG 佐藤選手、田淵選手、秋山選手とね、もう通常でもアーティストパワーヒッターのキャッチャー1、3塁がね、いる中で、さらにね、ショートのアーティスト、ショートのパワーヒッター、もうセンターでね、守備範囲の広い選手とかね、まあいろんな選手がいるんでね、まあ西武は通常でも強い、TSOB 含めても強い、本当にね、山賊打線って言われるだけあるね、球団かなと思います。で、ただね、投手の方がね、また難しい球団で、先発でこの選手が強いって言える選手がね、あまりいない球団かなと思います。
まあもちろんね、リーグリアタイでまた話は変わってくるんですが、まあリアタイに絞るとね、この選手が強いっていうね、勝ち頭になるっていう選手は、球種的な話をするとね、少し弱めのね、球団になってくるのかなと思いますね。まあ松本選手がね、ツーシームスプリット持ってたりとね、あとは平井選手がね、スラカット持ちとかね、いうところでは強いんですが、まあこの選手で絶対いけるやろうみたいな選手、千賀選手とか山本選手みたいなね、この選手っていう選手がね、西武は少しいないかなと思いますね。まあただね、この間引退されましたけど、平成の怪物松坂選手とかもね、タイムスリップ。まあ来年何かしらのね、コーチ監督系でね、背番号を背負わなければ、来年 OB 対象とはなってしまうんですがね、松坂選手とかもね、いるんですが、このピッチャーっていうね、選手が少し少ない球団かなとは思います。まあただね、タイムスリップだとね、他にも西口選手とか、OB だと稲尾選手とかもね、いるんでね、まあ全然リーグ系では強いと思うんですが、リアタイってなると少しね、ピッチャーが弱いんで、ランク戦をやるとね、打ち勝たないといけない球団になるんじゃないかなと思います。まあただね、後ろの投手はね、ギャレット選手と増田選手というね、まあリアタイでも強いピッチャーかなと思う二人がいるんでね、まあなのでね、西武はね、なんとか先発ピッチャーで抑えて、単独打線で点を取って、ギャレット選手、増田選手とかにね、繋ぐっていうリアタイのね、戦い方になるんじゃないかなとは思います。はい、というわけでね、横浜喋っていきたいなと思います。横浜まずは投手からいこうかな。通常 S ランクで強い投手というと、やはり今永選手と安明選手になるかなと思います。まずね、今永選手ね、ここはもうね、スプリットチェンジがね、高めから落としても変化量変わんないんでね。まあここが生命線でもあり強いポイントかなと思います。で、山崎選手ね。まあ最近はね、ちょっと調子落としされてましたが、まあ横浜純正だとね、必須の投手かなと思います。で、スペシャルリアリティの方だとね、監督三浦選手とかね、OB 大魔神佐々木選手とかね、まあこの辺はやはり投手では必須になってくるかなと思います。で、野手の方行くとね、まず通常 S ランクはやはり外選手。ここはね、現役のアーティストというところで、まずは必要になってくる選手かなと思います。で、あとはね、ライトのオースティン選手。ここもね、必須の選手だと思います。まあこの二人はね、まあこの動画がいつ上がってるかわかんないですが、両方ね、アニバーサリーで来るんで、来てるんで、まあアニバーサリーでね、獲得してもいい選手かなと思います。で、ルーキーのね、牧選手。ここもね、まあユーティリティっていうところもありますし、まあ今後ね、来年、再来年とかでね、どんどん能力がね、上がってくる選手になるんじゃないかなと思います。で、あとはね、FA 権獲得してるんですが、宮崎選手、ここもね、サードっていうところではシリーズ2だと。今から純正始めるのであれば、宮崎選手ね、サードは固定かなと思います。で、あとはね、レフト佐野選手、ここもね、まあ守備適正シリーズ2でちょっと下がっちゃったんですが、まあここもね、ほぼ固定かなと思います。で、あとね、大和選手。ここはね、まあ、どこのポジションに固定っていうわけじゃなくていいんで、まあ、セカンド、ショート、レフト、センター、ライトとできるんで、まあ、リアタイやるにあたってはね、スタメンで使わなくても控えに置いとくだけでね、代打を出せば、そこに大和選手を入れれば OK みたいな状況がね、できるんで、まあ、大和選手もね、必須かなと思います。あれだけね、セカンド、ショートしか守ってないのに、未だにね、外野の適性が C ぐらいあるっていうのがね、まずすごいんですけどね。まあまあ、大和選手は必須かなと思います。で、スペシャルリアリティだとね、まず TS だと石井拓郎選手、村田選手、内川選手。やはりね、ここの3人は強いかなと思います。まあ、そうやね、シリーズ1からやってれば、サードは1年間村田選手で、横浜純正であればいいんじゃないかなと思います。で、OB に行くとね、去年登場していたブランコ選手、高木豊選手、田村選手、谷重選手とね、打てるキャッチャー、打てるセンター、守れるセカンド、すごいファーストとね、まあ強い選手がいますし、もうね、シリーズ2ワールドスターとして出ちゃったんですが、筒香選手とかもね、いるんで、まあ野手は強い球団だなと思います。まあ、横浜の特徴としてはやはりあれかな、現役アーティストね、外選手がいるっていうところがね、特徴かなと思います。ただね、リアタイで強いと言われる投手が大魔神佐々木選手ぐらいなのかなと思うんで、横浜はね、リアタイやるにあたっては打ち合いになってくるのかなと思います。はい、というわけで今回はソフトバンク西武横浜について見ていきました。いかがだったでしょうか。いやー、こうやって見ていくとね、ソフトバンクにね、広角打法持ちが4人いるんだとかね、西武はやはり山賊打線だなとか、横浜は投手がね、少しきつい球団だなとかね、まああまり今まで気にしてなかったことも、まあ調べてみて改めて気づけたことかなと思います。というわけで今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回の動画参考になったよっていう方はぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターもやっていますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。またね、年末までにチャンネル登録者数500人というところをね、目標に頑張っていますので、応援のチャンネル登録していただければなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。